東部のコンゴ共和国、カメルーン、ガボンなどの広大な熱帯雨林の故障地帯に生息しているのではないかと想像されている馬のこと。もともとは現地人に古くから語り継がれてきた伝説上の怪物である。言い伝えや目撃談を総合すると体の大きさはカバとゾウの間ぐらい、体長は5から10メートルで蛇のように長い首とを持ち、 4本足で直径30センチメートル以上の丸い足跡には3本の爪跡があるとされる。1980年代以降、数多くの探検隊が組織されてきたが、21世紀になっても、未だ写真、映像、標本など、生息を確実に実証できる資料は皆無に等しく、その存在は謎に包まれている。知られている特徴を、 基地の動物に当てはめようとすると、恐竜の竜脚類などが候補に上がるとして、恐竜の生き残りではないかとする説がある。このことから、コンゴドラゴンとも呼ばれることもある。竜脚類は四足歩行をする、首の長い恐竜のグループで、ブラキオサウルス、アラモサウルス、アパトサウルスなどが含まれる。モケーレムベンベモケーレムベンベ伝説のある地域は、アフリカ中央部。 赤道直下の熱帯雨林地帯である。コンゴ共和国、カメルーン、ガボン、赤道ギニア、ナイジェリアなど広い地域の現地人の間に伝わっている。特にコンゴ共和国の陸荒地方に伝承、目撃団が多い。その主要地帯である東部アンフォンド地区でも広く知られてきたが、何より、西部エペナ地区のテレコで1959年頃、 ピグミ族が狩猟したという風文が注目を帯び、調査隊も多く入るなどしている。リクアラ地方は、コンゴ共和国の10の地方区分のうちの最北にあり、大西洋から最も遠い奥地。この地方のジャングルは、アフリカ中央部に残った、熱帯雨林の中でも、最大のものの一つである。コンゴ川の多くの支流が走り、その間を埋めるように、 無数の湖や沼地が散らばっている湿地帯で、そこに熱帯雨林が広がっている。その広さは2万平方キロメートル以上。今後共和国政府の発表では、21世紀に入っても、その面積の80%は未調査地域とされている。テレコは、その周囲は湿地帯の熱帯雨林に囲まれた湖で、長径5キロメートル。 単径4キロメートルの楕円形、平均水深は1.5から2メートル最大でも3メートル程度の浅い湖である。模型レムベンベは、標準五輪ラ語の名称で、最も一般的な解釈は、川の流れをせき止めるものの意味であると言われる。実際に、そのような修正も言い伝えられている。しかし単に、虹を意味する語だとも言われている。 この名称は、陸原地方だけで通じる名前ではなく、リンガラ語が用いられている地域では、カメルーン、ガボンなどの先住民にも同じ名称で呼ばれている。文献的には、現地に伝わるいくつかの未確認生物を、モケーレムベンベという言葉でまとめて呼んでいる場合も多い。この場合、競技のモケーレムベンベの他に、エメラントゥカ、 ムビエルムビエルムビエル、ングマモネネなども合わせて、モケーレムベンベに含める。これら他の生物像は、競技のモケーレムベンベとはそれぞれ異なっている。目撃例を総合すると、体の大きさは、小さくて、カバ程度、大きくて、象程度の大きさで、首と尾が長く、それぞれの長さは2から3メートル程度であるという。全長は5から10メートル程度と推測されている。 短い足が4本あり、目撃された足跡がこの生物のものとすれば、足跡は円形に近く、直径は30センチメートル以上で、3本の鍵爪の跡がついている。足跡の間隔は2から3メートル。皮膚は平滑で無毛、色は、赤褐色、褐色、灰色などとの報告がある。背中に、ト坂カ状の突起が目撃されたこともある。 テレコ周辺のピグミ族によれば、その巨体が動けば、すべての水が揺るぎ、川に立てば、水がせき止められたという。目撃談や言い伝えのほとんどはこの動物が、水中にいるところのものなので、基本的に沼地や湖に住み、水中に暮らしているのではないかと言われている。沼を伝うように、川から川へと移動していくと伝えられている。 水中から出るのは移動するときか餌を食べるとき。植物植生で現地の言葉でマロンボと呼ばれる野生の桃のような実を食べると伝えられる。今後共和国、陸荒地方の熱帯雨林の先住民の間には怪物についての伝承は多数あり、部族によって同じような特徴を持つ怪物が違う名前で呼ばれていたりする場合もある。ガキは それらのうち、比較的最近の目撃例などがあり、その存在の可能性が取り沙汰されている例である。文献的には、モケーレムベンベの名前が最も有名で、モケーレムベンベの名でこれらの未確認生物をまとめて、説明している例もある。また、現地民もモケーレムベンベを、これらの怪物の総称として用いている場合もあり、調査のために訪れる研究者や探検隊が、 現地人に聞き取りを行う際に、これらが混同され、各生物の特徴が不明確になる可能性なども指摘されている。エメラントゥカエメラントゥカは、水中の像や、像殺しなどの異名を取るとされている。いつ釣りとして、エムラナトゥカがあるが、これは、ボミタバゴで、ヤシの木のてっぺんを食べるものの意と説明されている。今後共和国、リクアラ地方の故称。 湿地帯に住むと言われる伝説の生物。大きさは、象程度あるいはそれ以上で、ワニのようなを持ち、頭部中央には、象の牙のような角が上向きに一本ある。この角で、象や野牛を刺して殺すと言われる。褐色ないし灰色の皮膚は、無毛で平滑。短い四本足があり、足跡は、円形で三本爪半水性で、接触の時に、 水中から現れる。植物植生だが、その餌にマロンボの実も含まれるところは、競技の模型レムベンベと共通しているが、この領主の習性について混同が見られると考察されている。そういった特徴をすべて備える動物を考えると、恐竜の角竜類のモノクロニウスやトリケラトプスのような動物が想定される。ただし、 これらツノリュウ類の化石を産出しているのは北米大陸のみでアフリカには生息していた可能性は極めて低い。まだ知られていない水中生活に適応した際の新種あるいは草原地方から迷い込んだ際の可能性などが指摘されているがワニのような長くて重量のあるを持つと報告されていることが難点だという。 ムビエル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 は、リンガラ語で、背中に、板が生えた動物の意味。今後共和国、陸荒地方の湖や川に目撃例がある。目撃例は常に、水中のため、どのような姿、形をしているのかは不明である。共通点は、水面から、板のような突起が多数突き出している点で、この名がある。板状の突起は、ワニア、 トカゲ類の背中のギザギザした突起列とは明らかに異なり大きいもので、藻が生えて緑色に見えることもあるという。生物の全体像が明らかでないが、恐竜のステゴサウルスのような生物が想定される場合もある。ングマモネネングマモネネは、リンガラ語で、巨大な大蛇の意味。目撃団があるのは、コンゴ共和国、リクアラ地方で、コンゴ川の支流の一つ。 またバ側流域に集中している。その呼び名の通り、1900年代半ばの何件かの目撃談では、全長は20メートル以上ある蛇のような体をしていると推測されている。そのうちの一件では、複数の目撃者による川と生物との大きさの比較から、全長60メートルほどではないかとされた。いずれも川を泳いでいるところの目撃例。 通常の蛇と異なる点は、その大きさだけでなく、背中の真ん中に沿って、全長あるいは一部に、ノコギリの歯の,のようなギザギザの隆起があること。模型レムベンベについての言い伝えや、目撃情報の多くは、探検家、研究者などによって収集されたものである。そのうちのいくつかを紹介する。非常に広い地域に、同じ名前で、 同じ生物を指すと考えられる古くからの言い伝えが残っているのが特徴である。しかし、その言い伝えとされているものにはいくつかの問題が指摘されている。一つは、モケーレ・ムベンベの名前が指している生物が明確でないことがある点である。例えば、イギリス BBC 放送の番組では、サイの絵を見せられた現地人が、モケーレ・ムベンベ。 と叫んだシーンが紹介された。この現地人は、その直前に見せられたアパトサウルスの絵には反応しなかった。この人にとって、モケーレムベンベはエメラントカ的な生物であったとも考えられる。前述のように、先住民は何種類かの大きな恐ろしい化け物をまとめてこの名で呼ぶ場合がある。かつては、 人間に危害を与える何種類もの大型動物、大型のニシキヘビ、サイ、カバ、ワニ、アフリカマナティなどをまとめて呼んでいた言葉が、伝承の中で、それらの特徴が混ざり合い、キマイラのような架空の動物を指すように変わっていった、可能性がある。すると、その伝承を聞いたものは、それらの動物の体の一部だけで、模型レムベンベを見た、とが転してしまう可能性もある。 また、調査者が言い伝えを聞き取り、まとめ上げる段階で、各地の先住民が同じ名前を使っているのに、惑わされ、実はいろいろな動物のことを言っていることに気づかず、仮想の一つの動物像を作り上げてしまった可能性もある。また、探検家による証言の収集過程でバイアスがかかっていた可能性がある。1900年代初めから繰り返された。 調査業で探検隊によって恐竜の竜脚類の絵が繰り返し見せられたことにより、これが新たな模型レムベンベ像を形成した可能性である。さらに1980年代以降は探検隊が現地に与える経済効果が意識的、無意識的に現地人、さらには国からも注目されてきたことが指摘されている。当時、外科に乏しかった今後に、 外貨を落としていく探検体を呼び寄せる謎の生物が観光資源として注目されていたという。観光資源が今後も持続するのに有利な証言が誘導されていた可能性を否定することはできない。これらのことから今後は現地の伝承を新たに収集すること、中立的な視点に立った目撃証言を得ることはほぼ不可能であると言われている。 仮にモケー、模型レムベンベが、前説で扱ったような複数の生物の創造による、合成ではないとした場合には、恐竜の生き残り説、増設、祭説、大型の水生亀説などが知られている。ありがとうございます。